こんにちは。こんにちは。とんでもないことになりましたね、今回。あなたと秋山さんが釣り行った方がいいんですけどね。はいはい。その動画を見て、はい、結構いろんなコメントをね、ああそうですね、これいただいてました。ね、これお疲れ様です。釣りは奥が深い、一匹でも釣れると頑張れるんですけど、寒い時に辛いですよねって。うんうん、ね、あと月戸太陽さんがね、はい、釣った釣れないの結果を試行錯誤して試すのが醍醐味なんですよ。そうですね、餌を何種類か食って試したり、はい、糸を細くしたり、フルロナイロンなどの糸の特性を考えてみたり、うん、針の大きさや形を変えてみたり、うん、僕は魚がどこで餌を食ってるか考えたりします、うんうん、そこで餌を食ってるのか、うん、中層にいる餌を食ってるか、はいはい、水面の餌を食っているのか、うん、餌を食ってるのは浅いところか、うん、深いところなのか、うんうん、風が当たっているところなのか、はい、日陰なのか、はい、明るいところなのか、想像して知恵を絞ってするのが本当に楽しくて面白いですよって、そんな強い口言ってる。要するにあなたたちがそのこの私もねこのラジオ聞かせてもらったんだけど、前日にですねその土下座のようなあれもまずふざけてたわけね。何も俺もびっくりしたよね。なんかやっとるなと、でなんかおかしいなと、でぶって見たらね、なんか謝罪会見なんかしたけど、別に謝罪でもなくちょっとやってみたみたいなね。あそうなんだ、ネタだったんだみたいな。ほんでその後ラジオもなんか出ましたよ。 で見てみたんすよ。そしたらなんかラジオで「うわ寒いね」とか「はい、うわこんなもん3時間ぐらいで釣れにゃ」とか言って結局それをね視聴者さんの人たちが見て怒っちゃったの今回、はい、でこれ見て、はい、で怒ってはないけど、うん、あの中途半端やめろって悲しい。あはいはい、多分そうですね、だから、はい、釣りやるんだったらもうなんだろうな、あのいかに楽しんでるかっていうのが、そうですね、あの失敗視聴者もあって、うん、俺が最近なんだろう、その下世話な釣りがあるとかさ、はいはい、いろんなそういう人たち結構多くてさ、うんうん、いやもう今のちょっと使えないから俺のイメージが悪くなる。いやただ俺から言うと、はい、業務的な商業動画じゃん。ああはいはいはい、釣りガールが出て数字伸ばすの、はいはいはい、で最近いろんな方が出てきて、その人たちの努力は否定しちゃいけない、うん、だって俺も一緒だから、うん、なんだけど、うん、じゃなくて視聴者要するに多分チャカギ TV のチャンネル見てる人たちは、うん、いや別に純粋に楽しんでるところを見たいわけでさ、ですよね、うん、だから、はい、釣り行ってあ釣れるかなって言うと、あこうだなっていう楽しんでる自分もそこにやってる感になるっていう、はい、でそういう商業ボーイじゃないの、うん、と、うん、今回感じたわけですね。ああなるほどなるほど、その数字ありきで動いたかと。ああ、うん、別に数字ありきではないんですけどね。まあまあでも数字ありきもあるよね。いやいや、まず1000人行こうよってのがあるから。ああはい、1000人行かないとやる気もしないわけじゃん、高橋さんも。じゃそもそも、うん、なんていうのかな、あの日は、うん、こう一日丸一日本当に朝から動いて、うん、夜まで、うんうん、あの取れ高ゼロな感じ、わかります？わかるわかる。なので何でもいいで動画にっていうのもありだと思うんですけど、うん、何かこう欲しかったんですよね、魚がね。はい、魚、うん、でも何でもいいんですけど、うん、それがなかったんで、うん、一応その企画として釣れるまで帰れんっていうのを歌っちゃって、それが余計こうなったんですよね。強がっちゃったんだね、はい、釣れるまで帰らんって、はい、釣れんのに。だって琵琶湖でもそうだけど一日坊主の日もあるしね、はい、だから初めからそのただ釣りに行くっていうのじゃ面白くねえだろってことで、うん、あの釣れなきゃ帰れないっていうのを歌ったんですけど、だからその一本俺に電話してくれさ、福井県のあそこ行ったら入れ食いだわ魚は。あ、はい、行ってさて投げたらもう無尽蔵に釣れちゃうから、はい、一本電話くれる入れ食いのポイント知ってるけど、はい、名古屋港とかあっちの方はねちょっと魚影が今のタイミング薄いのよね、はい、あやっぱりで特にあのそうだな名古屋港の方だわ、はい、うん、名古屋港のあの界隈はね薄いね魚が、おかっぱりが届くとこは、だから自分に一本電話くれたら今度福井県のあそこのとこポイントバーされてって魚バー入れ食いだそうやな、だからそれを茶谷さんが電話してくれんもんで、あーすいません、だから一本電話してくれる、そんなんだったらこっちの福井県のあそこのあそこポイントバーって言ったらさ、ね、はい、ものに2時間でもう入れ食いで、なんか簡単に釣れたようなね、100匹200匹取れちゃうよ。そうですよね、だからそういうのは情報ですよね。そうですね、うん、はい、ただ視聴者さんがねこうやってパピリオンさんも長文で書いてくれてるんだけど、はいはいはい、それで俺もよく言うんですよ、はい、その行って教えてもらって釣って何が楽しいの。あなるほど、だから自分で釣れない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 、あ釣れない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 で、はい、釣れてやったっていうのが、はい、俺は楽しいから、はい、俺バスプロとか動画とかわざと見ないの。
あ、釣れるか。全部試行錯誤。あ、なるほど。でそのポイント、釣れてるポイント聞いていったなんてちょっと釣ったじはんないはっ、さびきずり、それは。うん、あ、そういうこと。それは釣りじゃない、それ。俺はね、それはもう俺の価値のジャンルになるんですね。さびきというか、それはあのもう金魚を網ですくっとると一緒。そういうことか。俺はね、その俺の立場はそう。俺推しがすごいですね。いやいや、そう、自我が強い、ある意味。自分もね、申し訳ないけど。で俺はそんなに釣り銭を持ってないから、人から情報を聞いて釣って何が楽しいのって。確かに。それだとスーパー行って買ってきたらいいよ、もうね、電話一本で買っちゃえばいいんじゃないのってなっちゃう。人から教えてもらったらね。だって自分で考えて、そうそうそう、行動して、そうそうそう、釣ってこそ初めて、釣れない釣れないがあるから、釣れた時に、あ、そうか、やったーって喜びが嘘じゃない、本当の喜びになってさ、はい、それが最近のその将棋を、そのね、釣り YouTuber の方とかね、将棋があるの方も多くて、彼らは人気あるからさ、俺らも嫉妬でひがみ根性で言ってるだけだよ、これも。あ、そうですね。なんですけど、はい、やっぱりそこが、だから俺はある意味そういう、なんていうのかな、本当に頑張ってないチャンネルは見ないね、自分は。わかります。だから、はい、あ、これ手抜きなんだとか、はいはいはい、あ、何何これやらせなんだとか、はいはい、そんなチャンネル自分見ないですからというか、カブラのあのチャンネルことやるな。あ、やらせのチャンネル見ないし何がやりたいのって。そんなこと言っちゃダメですよ。いや、いいよ、これ別に。ダメですよ、そんな。大丈夫、大丈夫ですよ。まあ、あれだってやらせチャンネルだもん。あれはなんか、あの、そのやらせ含めた、やらせっていうか、その生活費があるかな、こっちも。まあ、そうですね、生きてかにゃいけないし、ね、生活費で今月も赤やるのって。ああ、そうですね、はい、いつまで赤字あるのって話で、もうしゃあなしにやって、あともう一踏ん張りすれば黒字化できるかなって、うんうん、そうですね、ね、はいはい、ってところで、まあ、そこはカブラに関してはあれやらせチャンネルっていうか再生回数、うん、あ、で、はい、それを視聴者の人は飽き飽きしてて、うんうんうん、見てないのよね。わかります、わかります、うん、だから何かにチャレンジしたとこを見たいんじゃないかなっていうとこですね。僕ら一生懸命やっとる感って出てないですかね、動画を見て。まだまだ甘いですか、やっぱり。だから一生懸命っていうか、釣りを楽しんじゃうってとこだな。たけさんも長文で書いてきてるね、パピリオンさんね、これね、はいはい、日本の海のカップで大きく分けて、ボアテと砂浜ですよねって。あ、そうですね、はいはい、どちらでも何でも釣れるようですよと、はいはい、そしてどちらかといえばサーフの方が上級者向きの釣り方になります、うんうんうん、なのになんであなたはそんな強がってそんな風にあの釣りをやるんですか、うん、例えば防波堤の基礎はサビ仕掛けで深潜釣りで勉強しなくても釣れてるんですよ、うん、それ以外は自分も素人なんで勉強とそれなりの道具が必要になると思いますよ、うん、いつ時でも気軽に竿一本でどこでも釣りができて、いつでも爆釣するとは海は甘くないです、はい、そうですね、撮影のために丸一日外にいられるなんて普通の人から見たら羨ましい、いいことですよって。そうですね、本当にノリで行けるところも限界がありますから、はい、そうですね、ちょっとは勉強してみてください。勉強ですね、これね、はい、説教です。ただ暖かいですけどね、はい、いや、そうそう、暖かい説教っていうか、はい、ノリだけではいかんよって、うん、そうですね、いうところが、まあ、うん、これはちょっと言葉は厳しいけど、確かにそうですね、うん、そうですね、やっぱり身に染みて分かりますね、あのチャンネルを盛り上げて視聴者の人が面白いかどうかだからさ、はい、面白くないっていうことだよね、カブラと一緒 で、 ううだから、あのカブラ似てきたよね、俺がやらせばっかやってるのこんなんでいいんやって、はぁはぁみたいな、あ、こんなんで飯食えるんやって、それ汚い見本を真横で見とるから手の内ばっかしちゃうんです。それはだからもう忙が良くないとこ。まあまあ、そうですね、そうです、自然に映っちゃう。いや、全然カメラさんもあの手抜きしてないですよ、うん、いや、毎回それは手抜きばっかりするうちは。あの、その企画も弱いしね。あ、確かに企画は弱いですね。企画も弱いです。ただ今回のまだ動画出ない前に見た、超巨大化。いや、それこれ、ね、いやいや、もうツイッターでつぶやいてるから。ああ、そうかそうか、15キロで、はい、あれ楽しみです。あ、もう頑張ったね、本当に、はい、そうですね、あれを仕入れるところから、ね、仕入れるところから、ね、もう仕入れてから、もうさばいて生ゴミで、うん、今も冷凍してね、はいはい、生ゴミが臭かったんですよ。臭かった、めちゃめちゃ臭かったんですよ。ごめんごめん、はい、あれも巨大感もやっとるし、あのやらせの巨大だこ、はいはい、1年前に撮った、はい、ああいうのもやらないから、やらせよ。そうですね、うちは、はい、まあ、そういうのと、まあ、いろいろ分けた方がいいですね。だんだんとこは、はいはい、まあ、でもそんなに動画出てないからさ、その週1本出るかどうかの話、はい、まあまあまあ、そうですね、月に4本5本だから、まあまったりなんだけど、だからなんかそう、ウサギ飼ったり犬飼うのもええかななんてな。でかいつもだね、犬飼っちゃったりな。
それは良くないんじゃないかと思う俺も。まあまあそうですね、再生回数のためにっていうのは良くないですね。 YouTube みんなそうやん。あ、まあまあそうですね、猫飼ったり犬飼ったり、はい、いや本当に欲しいと思った時に買いますよ。はい、いやだから俺はそれは無理して買うのは違うと思う。うん、まあもちろん、ね、欲しい人は買えないよ、はいはい、で俺は猫飼ってるから絶対犬飼わない、うんうん、しかも猫も高齢だからね、もう17歳になるから、うん、ストレス与えたくないから犬飼い大好きなんだけど絶対買わないんだけど、はい、買える人がいたら買ってもいいよね犬を。うん、ま、他の YouTuber みたいなサムネにこんな風にしちゃってね、かわいくないねちゃんを買ったみたいみたいな再生回数のためにいやあれさ俺さ安い犬猫を飼いたいのよ。高い、みんなさ、高いやつ買うでしょ。俺ちょっと気に入らないあれ。あ、 そこら辺の雑種を連れて雑種とかを拾っとるやん、そこら辺に死にかけの猫が。で、今度はさ、その死にかけの猫を拾うっていう商売また流行ったんだわ。そうですね、はい、ひどいやろ。あれはひどい、あれは本当なのかな。本当だよ。本当ですか。え、だってあんたらもおったやん、これあんたらガサガサ撮る時に猫が死にかけの猫おった。ああ、あれはいましたね、おったでしょ。はい、2匹。おいで、俺も3、4年前に死にかけの猫が思って拾ったらさ、うん、死にかけの猫がおったやん、うん、で、拾って助けたやん、うんね、助けてよっつって、うん、で誰か俺は猫飼っとるから、うんうんうん、ね、新入りの猫渡れたらストレスあった時になんから、うんうんうん、買って誰か募集したわけよ、うん、あの欲しいやついねえかと。そしたらお前周りから無責任ですっつって、うん、面倒をね私たちに押し付けて言うてお前あの人は無責任ですって言われちゃってどこがどう無責任なんですかね。いやだから猫大好き派は、はい、猫飼うなら飼う、助けなら助けない、助けたからには、うん、俺をね人にね面倒見とけ言ってポーンって。いやだけど理由があるでしょ、ちゃんと高橋さんにはあの高齢の猫がいて、そういうことそういうことですよね。高齢の猫がおるから、はい、あの家に連れて帰れんから、うんうん、こう誰かあんたんとこで面倒ともちょっと餌もやって、うんうん、うんこもやっといてくれ言っていやそういう言い方するからいけないんですよ。いやいやうんこもやっといて言って俺も全部なやっぱりやらないかんってかわいそうやろ猫がいて、うん、そしたらそれが良くない。あでも高橋さんがそこで率先して、いやだって俺がほっとったら死んどったんだよ。そうですよね、だってそもそもはね、うん、8月だわ、うん、あ7月、はい、真夏カンカンで五山川のあそこだわ、あそこで、ああそこで歩けないぐらいになってたんいる猫が。あもうこうやってまだ生まれて1ヶ月2ヶ月、あもう歩けないレベル、うんうん、で触ったらあばらガリガリ骨だけ、うんうん、それで俺らに寄ってきたんやもん、フラフラになって、もう助けてくれと、もうフラフラよ、はい、あこれもう死ぬなって、うん、だからもうすぐコンビニ行って水と、はい、あの缶詰与えたら、はい、ペロペロって食べ始めて、あまあこれ死んじゃうもんで、うんうん、もうなんかの縁なのちょっと持って帰れっつって、うんうん、持って帰ったことあれどがんしやがってな、そしたらもう見てましたね、今頃もうあれ動画にせんが、はい、こっちはやっとるの動画にせんが、流行る前にね、流行る前に動画にもしてないわそんなもん。珍しいですよね、だけどそういうの動画にしないって高橋さんが、だから普通にかわいそうと思ったって死にそうな猫が歩いてて、うん、もう俺が助けなかったらもう多分死ぬ、うん、だってあばらガリガリよ、うん、でもう見るからに弱ってて、うん、熱々で、うん、フラフラ歩いてた、うん、そこを俺助けてやってペットショップな病院で注射打ってもらって、うん、いろいろやってもらってやって、結局今はとある人が買ってもらったんだけど、はいはいはい、やっとるんですからね、元気に、ね、こっちもやっとるんやって、そう2匹出す、こ1匹のチャトラ助けて、命助けてやったら動画にもしてないよこっちは。だからそれを動画にしないと、はいはい、結局それが作り話って思われちゃうんですもんね。いやだから本当なのに、そんな偽物だったら俺はもう本物でいいよ別に、思われんの。ああなるほどなるほど、って思ってるんですよ。さすがですね。そうですそうです、はい、そんなね上っ面のね、なんか再生回数のために偽善行為やるつもりもねえし、はい、めっちゃかっこいい言いながらやるんだけど、かっこいいと言いながら再生回数目のためにやるんだけど、はいはい、ただちょっとそういうのもある本当に、うん、うん、その再生回数も、はい、もちろん欲しいけど、うん、だけじゃないでしょって。そうですね、うん、高橋さんの動画ってそういうことですもんね、はい、うん、だから別に俺はその辺はもう、うん、なんだろうな、まあガチでやりたいよね、うん、本物でないとね。いやなんかね、ここに来るんですよね、来ちゃうで、ここに来るんです、絶対嘘だこれここに来るんですよ、高橋さんの動画って。来るでしょ、はい、たまに涙出そうなる時もありますよね。そう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 、なるし、だからただ本物分かる人少ないじゃん。まあ実際そうですね。あそうそうそう、一般体重っていうのは上っ面のことで判断しちゃうからさ、はいはい、上っ面だけ見てさ、裏側見えない、うん、頭悪いから見えないんだ、バカだから。本当？はい、ダメです。いやいやいや、こういうのでも言ってくれって言うんだから言っとんの。サービスで、ね。サービスしとるよ。いや本当ね、世間の人頭悪いからさ見えないの。で上っ面でさ高い猫買ってきてさ、はいはいはい、何十万もする猫、はい、買う普通。
まあまあ好きな人は買いますけど、だったらそれ猫殺されてるよ、うん、あそこの保健所で、まあ、保健所から連れてきてあげるっていうのはね、その猫ちゃんでいいじゃん、うん、高い猫買ってどっから出てきたのその金って、うん、まあ見えですよ、うん、だから、うん、まあ言って俺もまた錦鯉も出ないしな、でもなあんなもうコンクリートブラックからいろいろやと100万超えちゃってるから業者に頼んだ方が早いんじゃないか言ってな、錦鯉も高いの買っちゃってもういや終わろう今日楽しかったですね、はいはい。